13年前、タクシー運転手が殺害され、売上金が奪われた事件で、警察は新潟市の現場周辺で情報提供を呼びかけました。この事件は2009年11月、新潟市東区でタクシー運転手の阿部次男さんが殺害され、売上金を奪われたものです。発生から今年で13年が経ちますが、犯人の逮捕には至っていません。警察は最後の客の男が事件に関わっているとみて、より鮮明になった男の映像を公開して情報を呼びかけています。この場所で主人は命を落としたわけですけど、何か気がつくことがあったら、そんな小さなことでもいいのですので、警察の方のご報告していただければ。情報は新潟東警察署で受け付けています。